さて、前回の爬虫類館訪問はともちゃんです。長寿のワニガメが息継ぎしたり、触り心地最高のスキニーハムスター、不思議な形の尻尾を持つトカゲとか、いろいろな生き物が見られてとっても楽しいです。ということで、パート3スタート。こいつ鶏もいるんですけど、ちょっと珍しい鶏が多めなんですよ。そうですね、サトリの黒い品種で、インドネシアの方の品種らしくて、アヤムセマニっていう、全身真っ黒で口の中も真っ黒どこもかしこも真っ黒なんですけど、よく見るとちょっとこの緑色のね、光沢が美しい、いいニワトリちゃんですこの子もね、俺が卵から育てるんで、なんかどこ触ってもあんまり怒らない話です。ワニさん以外で触ると怒る。全然寒くないですよ。ぜひ触ってみてください。あー、柔らかい。気持ちいいですよね。うん。そうですよね。ありがとうございます。こっちのニワトリなんですけど、これもちょっと珍しい変なので、この子は、うん、そう、ポーリッシュっていうポーランドの品種のニワトリらしいんですけど、はい、こう頭がね、ボンバーヘッドになって、ちょっとかっこいいですよね、はい、この子もなんか捕まるまではちょっと暴れるんですけど、捕まえちゃえばすごいおとなしくて、撫でても、お子さんあってもあんまり怒んない。ね、そう、なんか意外とツヤツヤしてめちゃめちゃ気持ちいいですね。そう、ここのカエルがすごい面白いですよ。ピパピパっていうアマゾンの方に生息しているカエルなんですけど、まあ、和名で言うと平田コモリガエルっていう名前で、名前の通りものすごい平たい、なんかもう特徴的な面白い形をしたカエルなんですよね。万歳。おお、本当に平たいんですね。そうですね。枯れ葉とかになんか擬態してるみたいで、こんな感じで、まあ、待ち伏せして近くに来た小魚を食べるみたいですね。目もあるんですよ。目も一応ここにちょんと。ちっちゃ。あららら。やっぱ擬態する生き物なんで、目はかなり退化してるみたいですね。その代わり、さっき前に突き出してたこの指先がセンサーみたいになってて、よく見るとこれ指先も枝分かれしてるの分かります？あ、分かります。これが感覚器官になってて、ここにちょんってなんか魚が触れたりすると、うん、もう察知して、そこで一気にこうかき込んで食べるみたいな感じです。そうなんです。見た目も生態も面白いカエルなんですよね。綺麗、うん、こっちはイアメガエルですね、うん、オーストラリアとかの方に生息している、まあ、樹上性のカエルちゃんで、その子の子なんか人慣れしてる子が多くて、おとなしいんですよ。そのカエルって触るとなんかピョンって逃げちゃう子が多いかなと思うんですけど、この子はもう人間の手の上でこうやって落ち着いてくれるんで、とっても可愛いです。樹状性のカエルなんで、まあ、手が吸盤みたいにペタッとくっつくんですけど、その触り心地がすごく気持ちいいんで、お客さんにも触れ合いしてもらってて、よかったら。ただ、うわぁ。なんか独特な感触じゃないですか、これも。はい、初めての感触。気持ちいいんですよね。手あったかいけど大丈夫ですかね。あ、全然、この子たちほんのあったかい地域に住んでるカエルなんで、むしろあったかい方が好きぐらい。こうなんで、あ、でも吸盤がくっついてる。こうなんで、ありがとうございます。すっぽんもろい。
スッポンみたいだけどスッポンではない。はい。なんかそこもこれだけ知ってました。水族館とかにも結構います。そうですね。はい、なんか餌食べるところとかねすごい可愛いんですよ。ここからお客さんも餌やりできるんですけど、入れてあげると、まあ、こいつも餌に気づくのちょっと時間かかるんですけど、すごいね、ゆっくりなんですよね、食べ方が。おとなしくて可愛いんですよ。そうですね。尻尾みたいに危なくもないということ。あ、そうですね、全然。基本的に植物を食べるカメさんなんで、うん、あんまり積極的にその肉を噛みに来ることもないんで。こちらもアマゾンに生息しているお魚たちの水槽。白い子はアロワナなんですか？そうですね。アロワナ、このシルバーアロワナっていうアロワナなんですけども、それの向こうはアルビノの子ですね。面白い顔してますね。この子はさっきあのシャベルノーズキャットの大きな子ですね。でこの子たちも餌やりできるんでよかったらぜひあげてみてください。これ登っていただいて上に蓋に穴が開いてるんでその穴に餌を入れてあげるとすごい勢いで来ます。おおすごっ、はい、こちらが、まあ、グリーンイグアナの本来の緑色の子たちですね。実はこのグリーンイグアナって、まあ、南米の生き物なんですけど、日本の石垣島でも野生化しちゃって生息してて、それ石垣島で捕まえてきた子たちですね。いるんですね。いるんですよね。入場とセットでこのカメさんの餌をお渡ししてまして、こちらをの方がそうですね、やっぱ噛まれると結構痛いんで、あ、まあ、手で当ててもいいんですけど噛まれないようにだけしてもらえれば。あ、すいません。じゃあケズメリクガメっていうアフリカの方に生息しているカメで、まあ、ゾウガメがリクガメの中で一番大きいんですけど、そのゾウガメの次に大きくなるカメさんですね。最大でもう甲羅だけで70センチとかになるんで、まだまだこの子のちっちゃい方ですね。これがこの人の中のカメさんたちも餌やりできますので。これ昨日できた。あの黒い子がゾウガメ、まだ若いね、3、4歳ぐらいの子なんですけど、あの子がよく食べるんで、はい、どうぞ。あ、でも俺も来そう、来そう。あ、来ないか。あ、来ないか。なかなかじらし上手。あ、来るか。あ、来ない。別の子が食べようとしてる。あ、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 食べる。横取り。おお。この子はアルビノですか？そうですね、その子はさっきのケズメリクガメのアルビノの子ですね。いや、すごいな。大丈夫、お腹壊さないですか？全然大丈夫です。むしゃむしゃ食べちゃって。カメさんがトンネルされた、トンネルされたじゃない。結構動きますね。リキアメさんは結構歩き回るのが好きな子が多くて、はい、この子はアカアシガメっていうカメで、こっちはキアシガメっていうカメ。本当に名前の通り。
あと、うちのカメで一番年上で今15歳ですか。なかなか欲しい。そうなんですよ、俺、ギクガメがご飯食べるだけの ASMR チャンネル作ってますよ。今あ、あるんですよ。手が、まあ、ワニの置物なんですよね。ああ、そうなんだ。ワニこんな使い方したら法律違反で怒られる。確かに。ワニの置物を陸地代わりにしてカメさん。まあ、緑ガメが大きなこと、まあ、草ガメに日本に生息してるカメさん。やりできるんですけど、バクバクご飯食べて楽しいです。このカメも石垣島の方に近い種類のカメがいるんですけど、知ってます？全然わかんないです。なんですか？これ、まあ、これは中国セマルハコガメっていうカメなんですけど、日本にも近い種類の八重山セマルハコガメっていうのがいて、まあ、それ天然記念物なんで捕まえたりしちゃいけないんですけど、ハコガメっていう名前の通り、ちょっと特殊なカメで、普通のカメさんって甲羅に首を引っ込めるだけだと思うんですけど、このカメは、ここが切れ込みが入ってて、ここからパカってね、閉じるんですよ、甲羅が。こうやっていじめると、この子はちょっとずぶとくて引っ込まないな。あ、この子とかほら、引っ込んでこうやって、ここが動いて、そう、だからハコガメっていう名前なんですよね。完全に大丈夫です。そう、完全防御。そう、でもこっちは閉じないんで、まあやられちゃうんですけど。今度こっちは草ガメのアルビノですね。白い子。もう綺麗。綺麗じゃん。苔生えちゃってるけど。